皆様こんにちは絵画コット買イトリプロの修加戸金子でございます、えー、今日はですねこの杉山康氏について少しご案内したいと思います、えー、まあ、杉山康氏もですねまあ、戦後の日本画団を代表するお一人でございまして えーまあ、皆さん、まあ、山,が山という字がつくんですけども、えー、平山郁夫さん、まあ、横山大観さんそれとお、まあ、横山佐章さ,さんなんて、えー、日本画家もいらっしゃいましたけどそれと同じくですね杉山も山がついた作家の一人でございます。えーまあ、圧倒的なです、ね、写実力という面では私も日本画の中ではやっぱり杉山靖という作家は一番だというふうに思っておりますけども、えー、こういったまあ白鳥のですね スワンのそういった毛の並び方ですとか、まあ、これなかなか写真ではお伝えしづらい部分あるんですけども、えー、高島屋のお展覧会などでもですね私も現物を見て本当にあのぐったり疲れてしまうほどですねあの作品に見えることがよくありましたこういったカッパドキアの風景を描いたものもですねやはりあの絵の具の表面ゴツゴツしたラい岩絵の具の中にですね非常に素晴らしい洗練された卓越した技術で絵を描いていらっしゃいました。 でえーとまあ、1980年代に入りますとこういった非常に写実的な絵になっていくんですけども実はその前の年代はですね1960年代というのは,やはり抽象画的な表現が目につきますこういったエジプトを描いた作品もですね少しちょっと抽象表現が入っておりますけどもこういう世界ですねこれが杉山の1960年代これはこれでですねまた晩年の写実とは違った非常にあの 評価が高いといいとうふうに言われております。こういったものものです、ね、えー、林林林ですけどもどういったものが林かという非常に分かりにくいんですけどもただやはり私も現物見たことありますけれども表面の肌の粗さですとか色のグラデーションこれはもう本当に日本画ならではのなかなかま似のできない世界観でございました。 ただまあ杉山康史もですね若い頃の作品は晩年に比べますとそんなにまあ高くはなくてですねこちらの作品はこれ1950年代半ばの作品ですけどもここの落款が「ねえひつ」この杉山の「ねえ」という文字を取って「ねえひつ」というふうに落款が記されています。 まあ、1960年代、さっきの、えー、ほどのですね、中小がの前ぐらいまで、えー、割と、えー、杉山が初期、若い頃からです、ね、使っていたこの寧筆という落款がございます。この寧筆の落款、まあ、非常に、えー、中身もです、ね、あの細密で、えー、いいんですけども、この場合には少し、えー、と晩年に比べると評価は下がってしまうというふうに言われております。 やはり1980年代も最晩年に達したです、ね、こういった色使いそして肌の荒さま麻、あの布なんかにもよく描いてましたけどそういった時代のものというのが非常に評価が高い作品でございます、えー、まあ杉山康二の作品最近本当にあの見る機会、えー、貴重で少ないわけですけれども私どもも積極的に強く評価してお答えしておりますので、えー、ぜひ杉山の作品ございましたら私ども週稼働絵画骨董買取プロで評価をさせていただきたいと思います いつものご案内ですけれども、会話コット買取プロでは杉山康氏の作品をきちっと評価してお答えしております。こちらのフリーダイヤルまでお電話いただきますようにお問い合わせお待ちしております。